米大リーグカブス 2X1 ダイヤモンドバックス、延長10回、21日、米イリノイ州シカゴリグレーフィールド。カブスの今永翔太投手が7回を投げて2安打1失点。渡米5発の2桁奪三振となる13振を奪う好投で4試合連続、通算12度目のクオリティスタート。味方が9回に追いつき、敗戦投手を免れた上に10回にサヨナラ勝ち。 今永登板試合はこれでの14勝4敗となった。3番 DH で先発した鈴木誠也、外野手は9回1、3塁から仲間に同点的自打を放つなど4打数1安打1打点。打率は2割6分5厘となった。今永の試合後の主な質疑応答は以下の通り。休援を挟んでの登板を振り返って、朝起きてからすごく体の動きと体調がよく、 コンンンディション通りのピッチングができました今回の休み、休園期間の間、すべてを休んだ理由ではなく、エクササイズのルーチンはやっていたので、シーズン中と変わらなかった。6回に初ヒットを許した際、球場から拍手が起きた。その回が終わって、降板した後、投手コーチと話しているときに、あれが初ヒットだったと知ったので、拍手が起こった時にはなんで拍手しているんだろう。 と思っていました投げた試合でチームが14勝4敗一方個人の勝利数はどういう意味を持つか個人の「勝」は狙いに行くのではなく「忘れていて」「ボからついてくるのがベスト」自分が投げた試合で勝った負けたというのを僕は一番大事にしている自分が投げた試合で自分の勝ち星よりチームが多く勝っているのは嬉しいですし チームメイトに助けられている証拠でもあると思います。チームは後半戦2連敗、プレッシャーがあったか、プレッシャーは特になくて、話せば長くなるんですけど、キャンプ中にスワンソンやカウンセル監督、スティールと話して、プレッシャーに打ち勝つ方法を教わった。今日はその気持ちを持って試合に臨んだら、プレッシャーなく臨めました。具体的には、 スワンソンに教わったプレッシャーに打ち勝つための方法が3つあって1、一つは自分が今ここにいるのはこれまでやってきたことが球団など周りに評価してもらっているからだから自分の力以上のことを証明しようとする必要はない2、2つ目は自分がダメな結果でも自分の人生がダメなわけではないそれは逆もしかりで 自分がどんなにいい成績を出しても自分はすごい人間なわけではないし偉くなったわけではない。3, 3つ目はいろんなガイアの声やメディアの声を気にする必要はない。その3つをスワンソンに教わってスティールからは「プレッシャーメイクスダイヤモンド」という言葉を教わった。プレッシャーがダイヤモンドを作るというアメリカの有名な言葉のようですが。 それをキャンプで聞いてから日本の時に抱えていた自分なりのプレッシャーがすべて剥がれていった気がした。自分のこの立ち位置には非常に役に立っている思考ですね。空振りもファウルもよく取れていた。ボルティモア7月10日1000の2回か3回か。はまった体の使い方があって1本立ち返る場所を作っておけば。